バレちゃうよ。カレンダーの通知がこうやって溜まってきてるよ。怖いよママ。ママに言えないや。どうもサトルでーす。iPhone がウイルスに感染っていうわけでもなさそうです。iPhone、iPod、iPad のカレンダーにこんなのが入っていた。なんじゃこりゃ。あなたの携帯番号は無料ボーナスを獲得しました。なんじゃそりゃ。あとはね、あなたの iPhone は危険にさらされています。あー、しかも8時に通知。うわー、なんじゃこいつ。うわー、なんか変なのが3つ入っている。ということで、これらの嫌なカレンダーのね、予定を削除していきたいと思います。まずホームに戻って、その次設定に行きます。そしたらパスワードとアカウントに入ります。はい。そしたらここに出てきた紹介したカレンダーっていうのがあります。これをタップします。で、イベントって出るので、このイベントをタップします。もしかしたらイベントって名前じゃない可能性もありますからね。で、こうやってよくわかんない画面が出てきます。この中にあるアカウントを削除ってやります。ピッ。するとアカウント削除出るので、これを押します。すると、はい、紹介したカレンダー消えました。これで今回の削除したいカレンダーが消えました。いやー、迷惑なカレンダーですね。カレンダーからウイルスの通知なんか出るわけねえじゃん。ということで、いかがでしたかね。カレンダーの嫌な通知削除方法、サイトで間違えて紹介しちゃって、それでやられちゃうケースが多いんですよ。それに困ってる人たくさんいると思います。なので皆さん、こういう嫌なサイトには気をつけてください。はい、ということでこんな感じでした。とりあえず皆さんは安全にインターネットを歩けるように、またどんどん紹介していきたいと思います。では動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。おしまい。